まあまず動画素晴らしくいいこと。とまあパーツとかって言いますと、こうストレイナーのね、この入り方もすごくこう楽ですし、今まあちょっとノアの音をしましたけれども、このスイッチが楽に入るということはすごく私たちにとってありがたいことで、オーケストラとか合奏の中で他の楽器に共鳴するので、長くこうスイッチを入れたままにできない。で直前でできるだけ入れたい。でまあソロでも持ち替えが忙しい時に素早くこう響き線を入れられるということはとても大切なことだと思うので、ここはすごく魅力的だと思います。まあ正直言ってメイプルでもブビンガでも良いものは良いと思うんです。でまあメイプルのこの柔らかい太い感じの音色ですか、それであってなんか腰があるというか、ああいうところがなんかすごく魅力的だと思います。で単板であるということは、そのメイプルの良さが十分にこう出てくると私は思うので、単板メイプルで6テンションであるということは、このせっかくそのまず太鼓というのは銅の響きっていうか、これがまず基本的にしっかりあるべきものであって、そこからまあ響き線の音がこううまく乗ってバランスよく乗るということが大事だと思うんです。でそのせっかくその動画素晴らしくよくなる出来であるところから、できるだけパーツを少なくした方が動の響きを損なわないのではないかと。で私はやっぱり太鼓というのはすごく単純な楽器なので、シンプルであるということがすごく私の、まあ、こだわりといえば、こだわりかもしれないですね。でそういうところでちょっとまず6テンションを使ってみたいと、単板のメイプル6テンションでやってみたいと思いました。まず昨日どうであるで、年月を経ってまたこううまく枯れていったり、なんかこれからずっとまた楽しめる、今はまだ若いですけれども、これが1年経ったらまたどうなるかわからない、こう育っていくという楽しみがあるので、でそれとやっぱりうまくこう長い付き合いをしていきたいと。でさっきも一番最初に言いましたけど、こうシンプルであると。単板のメイプルであるとか、こうパーツも少ないとか、シンプルであるということは正直である、叩いたまま表現ができる。でそういうところがすごくこう魅力的だと。こうゴテゴテとした何か細工がないというところも私はすごく気に入っているところ。